こんにちは、フリーカーンです。今日の晩ご飯はプリうどんです。それでは早速作ってやうよ。食材はにんじん、もやし、じゃがいも、豚バラ肉、あと冷凍のさぬきうどん、これは片栗粉、カレールー、隠し味に昆布つゆを入れます。それでは早速作ってやるよ。まずお湯を作ります。お湯が沸いたので野菜、肉を投入します。野菜、肉投入しました。それでは カレールーを投入します。それでは菜箸でかき混ぜます。
少し火を調節しながら煮込んでます。うまそう、うん、おいい感じです。いい感じ。野菜をあらかじめ炒めてから入れても時間短縮になるからいいと思います。ではさぬきうどんの方、冷凍でポン終わったんで見に行ってきます。取りに行ってきます。冷凍のさぬきうどんレンジでポン終わったんで丼に移します。丼に移しました。あとは カレーが煮詰まってくれば、この片栗粉を投入します。だいぶ煮詰まったので入れます。食材が煮詰まったので隠し味に昆布つゆを入れます。あとはうどんにかけます。
栗うどんできました。